市、これ目の前東京拘置所ですね。で初めて、レーザータイプの井戸オービスを発見しました。これ目の前荒川で、上が首都高ですね。こんなのインチキな鳴きなんで、これでなんだ、ユピテルのスーパーキャットのちっちゃいやつ、これもっつけてるんで、これレーザータイプの移動オービスに反応するんで、これ右があれですね、東京拘置所の入り口、よくなんだ、麻原とか来た時とか、まあ大物が入る時にはマスコミがいっぱい来るところです。で右行くと小菅駅か、で小菅駅の手前で、レーザーの MSSS っていうのかな、やってますね。でこのちっちゃいのがちゃんと反応しますね。この古いコムテックのはもう どうにもならないんで。で目の前は道鉄ね、荒川のね。これもう反応した。レーザーです。反応する。レーザーです。どこだったかな。レーザーです。クリアしとこうか。でこれ小杉駅でしょ。レーザーです。小杉駅でしょ。レーザーです。あそこにあった。あそこにほら目の前。レーザーです。ここにある、ここにほら、これバッチリ反応しますね。危ない、つけといてよかった。ユピテルのちっちゃいのバッチリ効きますね。うん、安心。レーザータイプには反応する、それ以外は多分反応しない、ちっちゃいやつなんでね。これいいっすわ、これ単体でも使えるんでね。ユピテルはやっぱりあれですね、性能いいですね。ちっちゃいのも最新の一体型もね、うん、おすすめです。でこれまっすぐ行くと八百金なんで、そこ曲がります。八百金はこうスタンド安いんですよ、ここで。VIP 会員入るとめっちゃ安くなるんで、ここ入れたいしようかな。反対側から行くと警察車両が止まって、張ってますね。でもね、みんなスピード出さないさ、あそこ結構ね、ここの直線みんなスピード出すんだけど、うん、みんななんかやっぱレーダー鳴ってんじゃねえかな。でもそんな新型のレーダー持ってる人いるかな。結構レーザータイプは最新型なんでね、移動ビスはね、 MSSSS3つだよね。うん、でそこが小菅の駅ですね。ハザード出してるのが警察車両ですね、あれが。結構人もいないんだな。だからパシャって光るはずなんだよな。ここで光んねえかな。ぶっ飛ばして対向車線かっ飛んできてくる車が。これね、この真横にあります。ここに反対車線はやっぱ鳴らないね、レーザーだからね。うん、ほんとこのユピテルのこのちっちゃいのおすすめですよ、これ。